平野紫仕様、渡辺直美に、携帯投げすぎ、と突っ込み、コラボに向けたやりとりが、平和、と話題に。皆さん、こんにちは。エンターテイメント界の二大スター、平野紫仕様と渡辺直美の最新のやりとりが、インターネット上で大きな話題となっています。この驚きと楽しさに満ちたストーリーは、ファンにとって待ち望んでいた瞬間かもしれません。 早速その背後に隠れた興奮と期待に迫りましょう。平野仕様、渡辺直美とのコラボに前向き。8月24日、平野仕様は自身のインスタグラムストーリーズでファンから寄せられた質問やメッセージに答えました。その中でファンの一人が直美ちゃんとコラボしてほしいです、とのメッセージを送りました。平野は即座にいいんですかしたいてか話したい。 ちょっとしか話してないけどめちゃくちゃ良い方なんだよ。とコラボに前向きな姿勢を示しました。ファンにとっては、これは夢が叶う瞬間の始まりかもしれません。渡辺直美、平野氏用へメッセージ。平野のコラボに対する熱意を受けて、渡辺直美も翌25日にインスタグラムストーリーズを更新。彼女は平野の投稿画面を添えて、平野くん、簡単ふ、 起きたらこの画像が1億人から送られてきてるって暗い DM 来てたよー。と、驚異的な反応を報告しました。そして彼女はさらに何が起きているかわからなくて、とりあえず携帯投げたよー。ーと、平野のコラボへの期待を示し、ぜひいつか話しましょう。ただ心の準備期間だけください。簡単ふ。ーと、メッセージを送りました。 同日、平野は渡辺の慌てぶりに突っ込みを入れながら、直美さん携帯投げすぎて壊れちゃう、と冗談を飛ばし、準備できたら教えてくださいね、と応じています。この楽しいやりとりは、ファンにとっては笑顔と共に読んでいて楽しい瞬間でしょう。平野市用渡辺直美のコラボに期待の声声、ネット上では、 平野と渡辺のやりとりに対する熱狂的な反応が相次いでいます。かわいい、すぎ平和だな、から携帯投げすぎてて笑う紫輝くん突っ込んでる、笑いといったコメントが多数寄せられこの二人の組み合わせに対する期待が高まっています。さらに、コラボ実現してほしい、絶対面白くなる、とコラボへの期待の声も後を絶ちません。平野紫耀 8月14日の生配信で渡辺直美に会いたい。もちろん、このやりとりが初めてではありません。平野は8月14日にインスタグラムで生配信を行った際、渡辺直美について、個人的にすごい渡辺直美さんに会いたいんだよね、と告白しました。過去に音楽番組でコラボした際、お互いに人見知りしてしまい、うまく話せなかったことを明かしています。 このコラボの可能性は長らく待ち望まれてきたものであり、ファンにとっては夢が叶う瞬間かもしれません。結論。エンターテイメント界における平野潮と渡辺直美のコラボに対する期待が彼らの楽しいやりとりを通じて急速に高まっています。ファンはこれからの展開を熱望し、このコラボが実現する日を心待ちにしています。 彼らの笑顔とエネルギーが私たちの日常に明るさをもたらしてくれることでしょう。どんな形でのコラボが実現するのか、今後の展開に注目です。読者への挨拶。このエキサイティングなストーリーをご覧いただき、ありがとうございます。平野志耀と渡辺直美のコラボが実現すれば、エンターテイメント界に新たな輝きが生まれることでしょう。 これからの展開がますます楽しみですね。何かコメントや予想、期待があれば、どしどしシェアしてください。そして、今後の二人の活動に期待しましょう。今後のふ